中村しおりの食育防災ラジオ。みなさん、こんにちは。食べることは生きること、笑うことは満たすこと、食育プロデューサー、中村しおりです。皆様にお聞きいただいているスカイウェーブ FM。こちらは千葉市で初となるコミュニティ FM で、2011年の東日本大震災をきっかけに、 いち早く災害情報を伝えることを目的として、千葉市、桜市、四つ海道市と防災協定を結び、2021年に開局いたしました。有事の際は災害情報を第一優先で皆様にお伝えいたします。災害が起こった時、一人でも多くの人に聞いていただけるよう、歌手やタレント、俳優、声優など、様々なジャンルの番組発信をしていらっしゃいます。お聞きの番組、中村しおりの食育防災ラジオは、 そんなスカイウェーブ FM さんの思いとともに、食育と防災をテーマに、美味しく楽しく備える情報を、こちらの形成ローザスタジオからお届けいたします。ということで、今週も始まりました。中村しおりの食育防災ラジオ、いつもお聞きくださり、ありがとうございます。さあ、今日も、 オープニングは食べ物記念日についてお話ししていきたいと思います。さあ、もういよいよ8月に入りました。8月3日になりますが、今日の記念日、食べ物記念日にいくつもあります。まず一つ目、8月3日は八丁味噌の日ということで、 あなんかわかりますね。これね。語呂合わせだと思います。愛知県岡崎市の八丁味噌共同組合が制定されました。伝統製法から生まれる独特な味わいの八丁味噌の美味しさをより多くの人に知ってもらうのが目的ということで、八丁味噌の八丁の八と味噌の三から8月3日になったそうです。そして、8月3日二つ目、蜂味唐辛子の日というのがあります。 なんと、七味唐辛子じゃなくて、八味唐辛子。相模チェーンさんが制定しました。独自ブレンドの七味唐辛子に胡椒を合わせた八味唐辛子の普及をしたいということで、日付はもちろん八味なので、8月3日になったそうです。 そしてもう一つ、ハイサワーの日ということで、2010年に白水社さんが制定しました。2010年の生誕30周年を記念して、日付はハイサワーの語 <laughs> 呂合わせから8月3日になったそうです。そしてこれはね、季節もの。 8月3日はハモの日ということで、ハモってね、今の時期美味しいですよね。そしてこういうね、あの、土曜の牛の日のうなぎに続く夏の味覚として全国に PR するのが目的ということで、徳島県の漁業協同組合連合会さんが制定したそうです。そして、 8月3日。これはね、一番最初に私思いつきました。最後に、蜂蜜の日です。日本養蜂蜂蜜協会と全日本蜂蜜協同組合が1985年に制定しました。平安時代に、あの、健常品に使われていたというかと言われるぐらい貴重品とされていた蜂蜜の消費拡大が目的ということで、日付はもちろん、蜂蜜の語呂合わせから8月3日になりました。 はちみつって。 やっぱその貴重品とされていたと言われてるんですがなんかやっぱり私ね今これだけなんかこうパンに塗ったりとかパンケーキかけたりとかできますけどなんか今でもやっぱちょっと貴重品というかいいミツやっぱ高価なお値段しますしなんかあの以前外,外国外国行った時にその蜂蜜だけのスーパーとかがあってもう全部蜂蜜このお花の蜂蜜みたいなねそういうのあったりやっぱりなんか今でも貴重品になるんじゃないかな っていいう,うに思います皆さんねどうやって食べるのが好きなんでしょうか私ね蜂蜜みつはもうパンにかけるパンケーキにかけるとにかくもうそのまま食べるのが一番好きかなと思いますその素材の味とかけてそのまま食べたりとか何かにね混ぜるっていうよりはなんかこうはちと何々みたいなのが好きなので普通にクラッカーかけるだけでも美味しいしピッ ピッも最近かけますよねなんかねあの蜂、ー、蜜をかけたチーズのピッツァとかあるぐらいなので本当にねなんかこう日常的にあるものなんだけどいいものはもっといいものでねなんかこう使い分けができそうなので是非ね一年に一度8月3日の蜂蜜の日他にもこのね8月3日の食材ですとかいろいろありますので食育のね通して楽しんでみてくださーい。 中村しおりの食育防災ラジオさあここからはゲストを迎えしてお送りします本日のゲストは私の大好きなこの方です,です山口ひろみですよろしくお願いいたしますいらっしゃいませまた来ちゃってすいません <laughs> 結構近いですよねもうえー 待ってました。いやいやいやまたあいついやいやいやまたひろみさん嬉しいって思ってます。近いんだもの家。近いから家がね。そう。千葉がね。千葉市だから。すんませ。ん嬉しいですよ。いや本当に多忙な中でこうしてねお時間作ってくださってありがとうございます。ありがとうございす。本当にも私の私もそうですけど私も家族もはじめ本当全国的たくさんファンがいらっしゃるのでやっぱひろみさんのね映像にもねぜひ手を 振ってあげてください。<laughs> はい、ひろみさんのお声届けられると、喜ぶ方多いと思いま,といます。ちょっと前にね、鹿児島も伺ったんですよ。あ、そうです。それはプライベートだったんですけど。えー、私、鹿児島出身なので。そうですよね。はいそう、あの鹿児島市も伺ったんですけど、もちょっと違うところにも行って。行って薩摩仙台とか、あの人。あ、ちょっとのどかな。<laughs> のどかな。<laughs> <laughs> のどかな、そうだ、ね。はい。のどかなところも拝見してくださったんで、これか、鹿児島の方も聞いてる方多いので。はい。 やっぱりねあのあのどかな仙台に行ってくださったんだなっていやもう素敵でしたよ素敵ですかはいお茶も美味しかったお茶も美味しかったありがとうございますお茶は日本一ですかね生産量そうですよねはいお茶農家の方からお茶をいただきましてああ嬉しいありがとうございますそんなね山口ひろみさんごあのご存知の方も多いと思うんですけれども改めてぜひあの自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうかはい。 山口博美、ええー、生まれは小、それいらないですか大正。大正。ね、じゃないですよ、<laughs> 皆さん。大正ではないんですけれども。あの、出身は大阪の天河町あという通天閣のバリバリある下町なんですけれども、はい、あの、現在は千葉市に住んでおります。うん、おおはい。で、あの、師匠は北島三郎先生で、6年間打ち手帳させていただきまして、2002年の5月に、いぶし銀という、 うん、これから金メダルを目指すのに、もうイブしちゃったって、イブし銀という <laughs> いいタイトルでデビューさせていただきました。いすごい今22年です。<laughs> 計算計算。でも、もう22年目なんでしょう。<laughs> すごいですね。ね、ねえ、だって私、自分でもそんなに歌ってるって、もう夢にも思えなかったんで。んすごい。でも、 あの、北島三郎先生のところでうちで使用されて、はい、そ,うなそこからデビューされたっていうことだから、はい。もう、携わってる期間もっと長いってことですよね。二十歳の終わりに上京したんで、<ー>あって言ってもね、今、ええー、って思ってると思うんですけど、<laughs> 私今49歳に。<laughs> うん。はい。もうちょっとで。ええ。五十歳、人生。半々。皆さん見てください。<え>このジャケ写シャ全然見えないですよ、本当に。<laughs> うちの夫が「これ誰?」って言ってます、ね、<laughs> あ,あまりにも違いすぎるって言われるんですけどいやいやいや本当に今日もねあのお会いした時エレガントってお話ししたんですけどいやいやいや全然見えないですお肌もツヤツヤだしいや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 ややい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 や <laughs> いやいや、でも、そうやって、長い歌手生活をされて、はい、来られてきて、いやいやね、今回また新曲を、そうなんです。ね、出されたっていうことで、<laughs> 皆様のおかげで、7月17日に、 出させていただいたばかりなので、まだ1ヶ月経ってないんですよ。おあの、後でね、後ほど今日は新曲のお話もね、はい、ゆっくりさせていただくんですが、はい。あの、お聞きのね、もと元々お聞きの方とかはご存知かと思うんですけれども、はい、この食育、中村周囲の食育防災ラジオのエンディング曲。はい。で、あの、もうフルコーラスで毎回かかっております,ります、山口ひろみさんが歌ってらっしゃる食育防災の歌。はい。これを歌ってる方なんですよね。そうなんです。<laughs> 本物。<laughs> あの前作 B の番賞のカップリング曲で、うん、で中村しおりさん先生にも <laughs> はいあのちょっと作っていただいて大丈しおりちゃんで大丈夫です <laughs> しおりちゃんにもあの作っていただいて、はい、で二人で作詞をさせていただいてもうでも本当しおりちゃんがもう叩きたいをつけてくださっていやいや私はまあ歌詞としてこっちがメロディーに乗りますよとかっていうあとキーワードとかっていうことだけだったんですけど、うんうん、すごいと思いますそう一緒にね、はい、あのお手伝いさせていただいたその食育防災の歌が生まれて、うんはい、そこから やっぱりこうやって全国で今ね広がってきてそうですよいろんなねん幼稚園保育園とか福祉施設とかでね、はい、皆さんが歌ってきね歌ってくれたり踊ってくれたりそう、うん、あの前回もねお話しさせていただいたんですけど私今千葉市の地元の公民館を、うん 対象に、あのー、介護予防体操のインストラクターもさせてていいただいてるんですけど、うん、自分のキャンペーンとか、歌謡賞、うん、この間歌謡賞のコンサート、ライブでも、うん、アコースティックライブなんですけど、うん、前半お時間いただいて、うん、全員で食育防災の歌に合わせて、介護予防体操しました。えーえー、すライブハウスで嬉しい <laughs> みんなご飯食べながら見てんのに。<laughs> はい、ちょっと止めてとか言って。<laughs> やめてくださいとか言って言ながら。しかもアコースティックライブで。<laughs> そうなんです。ちょっと待ってとかって、そこだけカラオケ はい、肩上げて、はい、下ろして、回して、とか。介護予防体操いや、でもね、本当に、にアップテンポですごいもう、聴いてるこっちが楽しくなるような。はいはい、でも歌って で踊れれば、備えにもつながるっていう、うん、そうなんですもう何役もあるね、曲なので、はい。とこれをね、いろんな方にもっともっと広めたいなと思って、一緒にこうやってね、はい。今日もゲストに来ていただいたりしたんですけれども、はい。そんな山口ひろ美さんのお人柄も交えながら、はい。今日は皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。さあ、今日は最初に一曲、山口ひろ美さんの曲を、はい。あの、皆さんにお聴きいただきたいと思うんですけれども、はい。最初は何を そう。ここまで来るとね、うん、食育防災の歌かなと思われると思うんですけど,すけどそれまた後ほどエンディングエンディングなんでね、はい、<laughs> そうなんですまずは私の新曲、うん、恋問い海岸のカップリング曲をお聞きいただきたいと思います<お>山口ひろみで人生拳お聞きください、はい、スカイウェーブイブニング中村しおりの食育防災ラジオ お聞きいただいた曲は山口ひろみさんで人生拳師でした。ありがとうございます。でき、元気になりそうですよね。あの S.L. っていう、うん、あの歌詞が出てくるんですけど、うん、S.L. が出てくるからどうしても S.L. の効果音を入れたいって。うん、そう、すごいリアル。なんかもう遠くからこうイメージが湧くというか、はい。でもびっくりだったんですよ。全員が。うん、あ 演歌でであまりないのねだからちょっと鉄道ファンの皆さんにもね可愛がっていただけ鉄道ファンの皆さんにもね多分聞いただけでどの SL か分かられるえそうなんですか結構そうだって言うんですよ私の周りの方はええ私分かんないんですけどちょっといやでも SL 自体を私はまだ見たことがないのでそうですね SL 広場広場の SL しか見たことないからやっぱりんかこう映像とかで見たり するけどこうやって音で効果音で聞くと、うん、またなんかちょっとイメージが遠くからこう走ってくるみたいな、ねうん、世界に入れますよね。で SL、煙心の迷いってすごい歌詞だなと思って。 すごいなぁ。いいですね、えー。ありがとうございます。ぜひね、皆さんもこれ聞いて元気になってね。はい。なんかこう、次にね、進もうみたいな。ぜひ。活力になってくれたら嬉しいですよね。はい<ひ>。これが新しく出た曲のカップリング曲。カップリングなんです。ということで、えー、あのー、もともと、今回、表面っていうんですかえ面。まあ、いわゆる A 面ですね。はい。はどんな曲なんですか恋とい海岸。あのー、愛恋の恋愛の。 恋に、うん、問題のもんですね。東北という字に海岸なんですけど、恋とイ海岸って実際に北海道の白糠町っていうところにあるんですけど、えー、白糠町ってご存知ですか聞いたことないです。ま、ま、ですよね。うん、あの、えっと、食育の分野の方の中では、うん、ふるさと納税で有名なホタテとかサーモン、イクラ、あと最近チーズもあったり。ええー、美味しそう。そ 海の幸も山の幸も川の幸もあるんですけど、はい、あの、そこの町が、釧路空港から大体いい車で行くと30分ぐらいなんですけど、はい、そこに実在する海岸の名前で、えー、皆様からよく歌のために作ったの、まあ、恋に問うだから、うん、なんかそんな海岸ないよねって言われるんですけど、うん、実際ありまして。あるんですね。はい。 でそのあの私が白か町に昨年お邪魔させていただいた時に、えー、その海岸の名前を知って新曲会議で全員でこういろんなものをああだこうだ出すんですけど、うん、最後にそういえば恋といっていう土地ありましたよって言ったら作詞をしてくださった朝子嫁先生が「それいただき!」ってっ、えー、そのタイトルだけで書けるって言って、えー、すご書かれて<ー>で岡千明先生が作曲してくださったんですけど。 すごいですね。ね。まあ、ちょっとあの前作に引き続き、これは山口博美に与えられてる女性像なんですけど、強がりというか、もう捨てられてるんですよ、この女性。で、あの3番に出てくるんですけど、もう好きな人の隣には綺麗な人がいる。もう、まあ、要はね、別れた後にもう違う人がいるんだけれども、それでもあなたのことを私は命の限り、 大好きですって決めるんだけれどこういとい海岸の雄大な景色のところで夕日を見ていると、うん、なぜか涙がこぼれてきます。ええー、切なーいねえ、私先生にストーカーの歌ですかって言ったら。そう、いや、違うよって言われた。い,いや、だって戻らない人だって分かってますって書いてるもん。 そうそうでその2番が、あの、私の年齢のお友達とかは、あの、雑誌の取材の方が、その、ね、切ない、苦しいって言うんですよ。この唇もこの肌も、<ー>あなたのもの、ずっとあなたのものなのに、で、この声を断ち切ったら幸せになれると分かってるのに、断ち切れない。えー、海岸のこの貝殻を見て、<ー>私の抜け殻に見えるっていう。 でもロマンチック。 ねえ。うん、で、実際行かしていただいたんですよ。7月17日の発売日当日に、うん、本当にありがたいことに、初めてだったんですけど、うん、歌の舞台になっている知らぬかの皆さんが、もう、オラが町のね、歌を歌ってくれてありがとうって、えー、発表会やろうって言ってやってくださって。えー素敵。ありがとうございます。ほんで、あの、コイ海外にも行かせていただいたら、まあ、鹿児島にも素敵な海たくさんあると思うんです。千葉も稲毛海岸、私はもうコイより稲毛海岸の方が、あの、<laughs> すごい <laughs> <laughs> 短い<短> <laughs> 稲毛海岸ぐらいかなと思ったらもう全然すごく雄大でどこまでも続く地平線で、うん、その雄大なところがこう目に焼き付いたので、うん、もうレッスンの時にも岡先生からだいぶ厳しく言われて。うんあの うまい下手じゃなくて、余裕を持って、雄大な大きな歌にしてくれって。おおなるほど。あ、そういうレッスンというか、その、ご指導というか、そういうのもあるんですね。今回、ちょっと初めてでしたね。う,うまい下手はいいって、細かいところいらないって。うもう、大きな、ゆったりとした歌を歌えるようになりなさいって言われて。この世界を伝えられるように、この景色をっていう,う、はあ。そうなんですね。でもなんか、こういう、あの、まあ、 海岸とか、はい、イメージがつくじゃないですか。そこにさらにこの浜ナスが咲いてとか、ねこういうイメージがポツポツとね、はい、貝殻がとか、はい、なんかあると、なんかこう、イメージが湧くし、ただこれロマンチックな歌なだなって思いますよね。でも切ないですよね。切ないけど、でもこんな気持ちになりたい。 えー、なりたくないこんな気持ちになった。捨てられたくない <laughs> のはちょっとあれですけど、<laughs> やっぱ素敵だなと思います。いやえー、ぜひね、今日は皆さんにこの曲を聴いていただこうと思います。はい、曲紹介を改めてお願いします、はいはい。7月17日に発売になったばかりの山口博美の新曲です。恋とい海岸、お聴きください。スカイウェーブイブニング。 中村しおりの食育防災ラジオ。お聞きいただいた曲は山口ひろみさんで恋とい海岸でした、はい。ありがとうございます。だいぶ胸が苦しくなりました。ありがとうございます。もうなんか思い出すことはないんですけど、思い出す人もいないんですけど、<laughs> こんな恋したら切ないだろうなっていう <laughs> ね,ね、なんか苦しさが。でもほら演歌ってあの皆さん。 ね、あの、なじみのない方もそうなんですけど、聴いてても歌ってても、ちょっと異次元でしょうあの、なんていうか、本当に演じる歌で、自分が主人公に、 ありへんへんやろうっていうスチュエーションの、うん、スチュエーションのようだってシチュエの,の人になれちゃうじゃないですか。そっかだって海岸ででたないでしょ <laughs> これあの書いてくださった朝小山先生女性の先生で、うん、あの3番にね「あなたを今日で許します至らぬところは私にも」ってあるんですけど、うん、先生自分で書きながら「うん、そんなことあるか捨てた男が悪いんじゃない」みたいな。<laughs> <laughs> そうでも一応ほらね 私は、あの、<お>あなたが私の元とをね、ね去っていった気持ちもわかりますよっていう、そのけなげな女性をになりきろうというろう。ああ、なるほど。書きながらね。でも多分確かに、現代の女性というか、はい、女性どんどんとやっぱたくましくなってるじゃないですか。はい、この謙虚さみたいなのは、うん なんかどんどん失われてはきてますよね <laughs>。なかちょっとそういう女性になりたいっていう時あるでしょります。だからほら推し活があったりとかいろいろあるけどそそ、そこでなんか共感するものがね。そうなんですよ。ですよね。ね。わか,かりますか推し活。<laughs> いやでもね、なんかそういうのも、こう、 演じて聞いていただいても主人公になりきれるところが演歌の手ぶ、ね、失恋した日とかこういうのをリピートして聞きたいですね。うん、これあの、朝先生がそれこそ、うん、あの、20代、30代の若者の男の子たちにずっとコンコンと言ってました。うん、あなた今わかんないでしょって。<laughs> わかるようになるのよ、演歌が。失恋したりね。あ,<ー>あと、例えば、同期の子が自分より出世したどうする演歌しみるよって言ってました。演歌しみるよーずーっと言ってました。<laughs> でも、本当に演歌ってすごいなと思うのが、はい、やっぱりなんかこう、私も小さい時から演歌をそんなに聞いて、うん、あの、おじいちゃんおばあちゃん聞いてたけど、うん、そんなになんかこう、聞くね、学校で流れるとかじゃないので、ね、聞く機会がなかったけど、はい、やっぱりこう、年齢を重ねるにつれて、こうやって出会うきっかけがあったりして、うん、なんか一つ一つ聞いていく。 <と>はい、一つ一つの曲に世界観がすごい深いなっていうのが、うん、流行りは流行りでいいんですよノリもよくってんかいいんだけど、はい、ねテンポもよくて心地いいこともいっぱいあるけど、うん、演歌って本当に一曲一曲は大事に作られてるなっていうかなんか深いなっていうのは 思いますよね。なんかその、うちの夫の話で恐縮なんですけど、うちの夫もヒッ,ヒップホップしかわからない人って、うん、まあジャズは時々聴く程度。うん、演歌が全くわからなくて、結婚してから聴くようになって、あの、まあ曲にもよるんですけど、うん、エモいねって言うんですよ。エモいで、演歌の中でもエモい曲とエモくない曲があるって。<laughs> でかっけえなーって思うエモい曲は、うん、やっぱみんなに聞いてもらうべきだねって言ってました。 ヒップホップの表現だと、エモいか、エモくないか。そう。あの、だから、えー、え、どういうところ、この、この歌は良くて、私の歌の中でも、これは良くて、これはダメってあるんですよ。うん、で、え、どういうことって言ったら、うん、エモいだよね、こっちへって。こっちエモくないの。<あ>え、なんかわかんないんだけど。わ <laughs> かんない、わかんない。でもね、当たってるんですよ。あるんですね、なんかね、ううのあの、当たってるの。 もう見事に、ちょっとね、<ー>自分の曲だからいいんですけど、あんまりそんなにあのヒットしなかった歌は、エモくないって言うんです。えそうなんだ。ちょっとなんかつまんないねって言うんです。ええー、じゃあエモいかエモくないか。 ちょっと私もそういう目線で見てみることにします。エモいかエモくないか。すごい、本当に当てますよ。えー、そこそこ出た歌は、これいいじゃん。エモいねこ<れ>、うん。これ出せばいいじゃん、エモいね。いやいや、これ、YouTube 見て、これ。何十万、五十何万回いっ六十何万回言ってるから、これもうそこそこ言ってんのとかって言うんですけど。<laughs> そっか、でも何にも知らなかった人がそ<う>、そうやっていいなって思ってくれるとかって、うんはい、すごく嬉しくないですかあの、 ある意味嬉ししいいいのと怖いなって思いました<ー>私たちは若い人は演歌がわからないだろうっていう先入観があって、うん、あの結構ね業界の中では、うん、あの若い人に寄せればいいって思ってる方もいらっしゃるんですけど、うん、まあそのうちの夫とかお友達とかもっと若い人はいやいや演歌だとかどうだ聞いたことないだけでいい音楽はいいし良、うん、くないものは何だって良くないんだって。あー そのジャンル分けすること自体、んなんかどうなのみたいな。違うよみたいな。そう。怖いですよね。うん。うんエモくないって言われると怖い。エモくないってね。うん。そっか。新曲はエモいじゃないって言ってたからよかったけど。あこれはね。<laughs> 遠い海岸はエモいんじゃないと、うん。なんかいいんじゃないっていおすごい。それよりかわいそうって歌ったけどこのね、主人公の人がね。でもこジョジ、ね、このこ気持ちの歌というか、こういう情景を伝えられて、すごいなと思います。うん、いや、もうか先生のんさぜひね,ね、聞く方も、世界に浸って聞いていただきたいですよね。はい、歌っていただきたいですね。はい。山口ひろ美さん自身が、本当に、あの、なんていうか、人間味あふれるというか、ういやいやいや。なんか、本当、私、出会ったきっかけが、はい やっぱこう、まあ、食、ま、も、あ、そうなんですけど、防災とかもきっかけで、出会ったのがきっかけだったんですけど、うんはい、やっぱお話伺ってたら、東日本大震災があった後に、あの、宮城県、小永川町。女川、はい、町、はい、小永川町に支援に行かれて、はい、そこからいろんな資格勉強したりとか、歌をずっと歌われてたって、ね、おっしゃってましたよね。だからそういうなんかなん、ね、人に寄り添う人だなっていうのをすごい思ったんですよね。あれ、なんできっかけがあったんですか女川町に行くっていう。あの、 震災の前の年に三陸風港っていう三陸地方を舞台にした曲を歌わせていただく機会があって、後にも先にもそこだけなんですけど、その時だけ、あの、現地で皆さんに協力していただいて、ミュージックビデオを撮ろうってなって、あの、女川に行って皆さんに協力していただいて、うん、 取らせていただいたんですけどうん、うんで、そこから本当にもうあの皆さんに協力していただいて、震災の年ももうお祭りの出演が決まってたんですけど、はい、震災があって、うん、そこからもう逆に私の方が励まされてて、今ま、うん、だに今日もこの後あのかまぼこが届くんですけど、うん、<laughs> もう本当に皆さんに応援していただいて、うん、結婚の報告もすぐ行きましたから。えー もう家族みたいなそうなんですね。すねうん、じゃあそのお長川町がその祭りに、はい、お祭りに出てミュージックビデオを撮って、はい、そんな次の年に東日本大震災が起きて、うん、でその後からなんか支援に行かれ始めたんですかそうですねで。あの観光大使も山口弘美が行きやすいようにということで初代に。うん 小長屋出身の中村正俊さんと一緒に、うん、あの観光大使の任命をいただいて。えー、中村正俊さんって小長屋町出身なんですかそうなんですよ。えー、で、も、ま、二、あ、人で、うん、っていうことで,で、私は毎年のように行かせていただいていて、うんまあ、その避難所を回らせていただいた時に、もう一度、小長屋の復興が進んでいくときに、山口博美に小長屋を舞台にした曲を歌ってほしいっていう。 ご要望を街の方々からいただいたんですけど、うんうん、まあ恥ずかしながら、なかなか私の一存では決められないんですよ。でも、周りのスタッフの方がご尽力くださって、うんうん、そのもう,もう10年近く経ってから、あの、おを舞台にした曲を、カップリングなんですけど、えー、歌わせていただいて、女川、うん、でレコーディングをして、 街中交流館っていうのがあって。うん、で、お長の町長さんはじめ、皆さん、商店街の皆さんとかに、あの、コーラスも入ってい,ただいて。えー、すごい。お長弁に訳してくださったのを町の方がやってくださってえぇー、お長弁も歌ってるんですかそうなんです。なすて、なぞすて、なぞすっぺっていう。<laughs> そうこれね、うん、微妙に違うんですよ石巻とか仙台とかともちょっと違くて東北弁って「なすて」は「し」と「す」の間だと思うんですけど、うん、大体は「なすて」みたいな、うん、それが女川の,の方はちゃんと「す」って言うんですよ。それでも現地に行かないとわからないから、うん、こっちでやってた時はあの山形の方が「し」と「す」の間だ,だってこだわってこの口をこうやってその玉は「す、うん」し「す」し「す」 なしってなしってっやってたんですけど、向こうは完全にすって言うから、うん、そういうのもわかんないじゃないですか。うん、だからより女川に近いから歌えたと思います。えー、そうなんですね。はい、もしかして、はい、今日はその曲、そうなんです聞かせていただけますかもうあのぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。はい、山口ひろみで、女川純情物語。 中村詩織の「食育防災ラジオ」お聴きいただいた曲は山口ひろみさんで「女川純情物語」でした。ありがとうございます 結いこう明るくなって、いいですよね。はい、現地の方と本当にこう交流してみたいなって思うような。めちゃくちゃい,いい方ですよ、うん。楽しい曲でした。もうあの、ウェルカムなんで、うん、あの大阪からもう移住されてる若い方とか、結構いらっしゃって、えー、素敵。そういう話聞くと、観光で行ってみようかなとかね、思いますよね。ぜひ,ぜひお願いします。<う>はい、ぜひ皆さんもね、候補にね、これからね、また涼しくなってくると、ね、はい、良さそうですよね。ねね さちが美味しいので、わあ、いいですね。あ、さすが観光大使。うん。ホヤとかね。ホヤとかね。はい。そっか、いいですね。マグロも、マグロも、あの、あるんですけど、少なんでも美味しいので。いいですね。いや、もうね、ちょっと今日どうしても聞きたいことがあって、はい。もう山口博美さん、本当にお肌綺麗で、いや。なんか秘訣があるんじゃないかな。食べ物とか飲み物とか。いや、あの、でも夏は、必ず朝飲むものがあるんですよ。うん。 これはあの、めんどくさがり屋だから、全部混ぜちゃったんですけど、混ぜちゃったそうそう。あの、特製ドリンクがありまして、まずあの、ベースは豆乳なんですよ。豆乳豆乳に、えっと、甘酒。甘酒あの甘酒だけだと私ちょっと飲みづらくて甘くて、で、豆乳で割ってたんですけど、そこに青汁も飲み入れまして。青汁別に飲んでたけどめんどくさいと思って。 美味しいしんで、すよしいんだ臭みがちょっっと取れてね<ー>青っぽいね、うん、であと、ここに、あの、その時によって、えっ、ー、と、きな粉か、うん、プロテインパウダーか、うん、分かれるんですけど、うん、おからパウダーの時もあるんですけど、うん、まあ、あるもので。うん 基本はまあでもプロテインが最近多いかもしれないんですけど、で、プラス、えっと、あの、マヌカハニーもちょっと。おぉ蜂蜜そう、蜂蜜の日ですから。蜂蜜かマヌカハニー。まあちょっと溶けづらい時は、あの別にスプーンで、ティースプーンいっぱい、必ず前日ロッと。ペロッと。マヌカハニー、赤いですよ。あの、 通販だとね、安くて。たりますそうそれと、喉にいいんですよね。いいんですよ。あと、あの、お酢、リンゴ酢を、これも入れすぎると酸っぱくなるので、ちょっと入れるんですけど、ティースプーン一杯ぐらい入れて、で、えっと、まあ、本当にその時々で違うんですけど、大体それをベースに、それをシェイカーで、シャカシャカして、飲みます。すごいです。毎朝。そうなんです。え飲ませます、夫にも。え、そうなんです最初聞いた時に、いや、絶対飲みたくないって。 別々に飲んでたんですね、もともとは、うん。そう。で、あの、あのえっ、ー、と、甘いオイルも、その日によって入るんですけど、うん、これも入れすぎたらね、ちょっと飲みづらいんですけど、で、最初嫌だって言ってたけど、これがね、意外とね、うん、いけるんですよ。おー、飲んでるうちに。 あの、飲んでるうちに、最初自<分>でほら、最初ね、ご主人は、飲んでみると美味しいねってなって、そういうことか、あの意外とあのいろんなそれぞれの欠点と長所をうまくこう、補い合って。私はなんかもともと今聞いた全部は好きなので、多分好きだと思います。いまいますなんだけどそう、ね、苦手な方からするとどうなのかなと思ったけど、うんはい、徐々に毎日無理に飲んでて飲めるようになったのかなと思いきや、飲んでみると美味しいっていうね。うん そうなんです。お酢は最初入れてなかったんですけど、うん、朝かと思って、でもの看護師されてる方が、うん、ちょっとお酢を入れてあげると、うん、朝一の胃に膜が張るから、うん、よりいいですよって言われて、うん、<laughs> 入れちゃったんです入れちゃいました。で、あの、夜に納豆を食べれるとき、家でご飯が食べれるときは、あの、アマニオイルは入れないんですね。うん、納豆に入れるので。 納豆を夜食べるようにしてるんですね。納豆基本はもう、まあ、これはあの春夏秋冬通してあの納豆にキムチを入れて、うん、で余りにオイルを入れて、うん、メカブを入れて、うん、混ぜ混ぜ醤油麹も入れて混ぜ混ぜして食べますあ。あ、だからもう一個一個食べてたのは混ぜる <laughs> <laughs> ってことですよね。<laughs> だって、メカブと納豆を混ぜるって初めて聞きました。うん、え、めちゃくちゃ美味しいですよ。ええー、美味しいんだ。食べたことありますねえ、なかなか、えー。これね、ファスティングマイスターの、あの、勉強してる時に先生に教えていただいて、えー、入れるようになって。食感ってどうなるんですかまあ、つるっと、つるっとしまと。ま、どっちみちほら、ネバネバしてるから。<laughs> い,やいやいやいや。<laughs> あのーも、もずくでやった時もあるんですけど、<laughs> うん、もずくよりは私がメカブの方がいいええー、孫、まあ、は優しい子。そこにごまとかも入れる。<laughs> 最高ですね。 あの忘れて言わなかったんですけどちょっと引かれるから納豆が食べれない時は朝のドリンクにもすりごまをちょっと入れたりするおおいいじゃないですかさすがに普通のごまはねそうですさすがに普通のごまよりはすりごまの方がねそ<う>き,きな粉みたいな感じですもんねイメージねそうなんです、ね、入れすぎるとちょっとね 舌触りがあれなんです、ね、えちょっと聞きたいんですけどそ割合ってど,どんな感じ豆乳ベースこれはね、うん、これはもう自分でね長年の缶で作っからね <laughs> よく聞かれるんですけどちょっと今皆さん聞いたけれどもこれはあとはお好みの長年の缶で合わせてもらうしかないでも豆乳はとあの、まあ、豆乳はベースだから、うん、まあ普通に半分ぐらい入れるんですけどでその上にちょっと甘酒を足すんですけどセンチらい、まあうん、そうですね7割分までこる、うん、だから2割かな、うん、2割 るんですけど、うん、それもほら、好みがあるから、甘いのがお好きな方はもっと入れた方が本当はいいと思うんですよ。うん、私はちょっと甘いのが苦手なんで。で、青汁は私は粉末使って、まあ、どこのご家庭も多分、粉末使われてる方多いと思う。うん、粉末一本、うん、全部入れます。うん、で、あとはもうね、ティースプーンいっぱい入れるかどうかぐらいです。あ、もうすりごまも、きな粉も、おかすぎるとずもみたいな。喧嘩しちゃうから。 人間関係と一緒です。人間関係と一緒です。<laughs> 一緒です。喧嘩しますほら、すごい平和そうですけど、いつも。れそれは、もう立ち入っちゃいけないところは立ち入らない。ああ、なるほど。徐々に様子を見ながら、人間も、飲み物も一緒です、ね。<laughs> 飲み物も一緒一緒。いや、なんかね、あの、私、山口ひろ美さんに、はい、いろんな方ご紹介いただいてるんですけど、はい、どんな場に行っても、いつもなんか平和な場だなって思いながら、いや、思いますよ。いや。 聞いてないんです <laughs> <laughs>、あのね、それが一番じゃないですか。いいことも悪いこともね。うん、シェイカーして。シェイカーして。うまくね、混ざり合って。混ぜて。ぜて飲んで。もう一人で生きていけないんだから。<laughs> 重みが違いますね。え,でえ、49だから。いやいや、一人 <laughs> で生きていけないんだから。やっぱいろんな方に支えられてるんですもんね。んそうなんです。うもうダイヤモンドがダイヤモンドでしか磨かれないように、人は人の中でしか磨かれないんですから。んなんか本当にいつも感謝してるイメージです。いろんな方に。いや、もう、あの、磨いていただいてるの <laughs> あの、泥のような、泥沼の鏡のような私を。<laughs> 本当に。あの、ハスの花のように泥の中でも咲かせていただいてるの、皆さんのおかげでありがとうございます。いやー、すごいですね。素敵だと思います。ありがとうございます。ぜひ、はい、もしよかったら、ちょっとずつやっていただいて。うん、ちょっとずつね。入れすぎると本当にまずくなりますので、うんうん、ちょっとずつ。はい。はい。やってみます。ありがとうございます。やらない、やらなさそうだけどいいそ見揃えるまでがね、ほら。あのー、一個ずつ買うのが。 まあでもほら、夏バテ防止にはね、甘酒もいいし。いいですよね。女性はイソフラボンがあるから豆乳もいいし。私、毎日エビオス飲んでます。あこれ商品名言って大丈夫ですか大丈夫大丈夫大丈夫サプリとかはなんか合わないんですけど、成長剤というか、そういうのだけは整えておこうと思って、腸内環境だけは。まあでもほら、酵素。ね、酵素、酵母菌を取ると、成長剤もいらないですから。はい。もうぜひ。 もう食欲プロデューサーも私が言うほど言うことはないと思うんですけどいやいやいやもうぜひちょっとひろみさん家に行って飲みますあぜひこのねあとねほ本当納豆おすすめなんでそうなのメカブとキムチごまとキムチと混ぜてで甘マオイルもちょっと入れる甘オイルでご飯にかけるはうわこれすごく美味しいんでそうなキムチってんかこだわりありますキムチはあののと糖液が入ってなないもをるべく 皆さんね、多分それ、あんまり、裏を見ない人はわからないと思うんですけど、そうですね。添加物がね、添加物がね、そうですね。あの、よく、まあ、よろしくないものがね、ありますからね。はい。飲み物とかもそうですね。れが入ってるものはね、なるべく避けた方がね。もう完璧になくすのは、よくおっしゃいますけど、難しいじゃないですか、現代に生きていると。なるべく気がついたら、減らせるものは減らす。うん、うん、うん。 なるほど。あの、ストレス溜めないように。今、キムチもね、いいものが多いですよね。はい。うん。じゃあ、わかりました。そういうのをね。ほんと、キムチって発酵食品の中でも、なんか全部がいいんですよ。成分が。え海産も入ってるし、野菜も入ってるし、そしてなんかこう、調味料も発酵だし、全部が、あれ、世界に珍しいんですよ。あ、そうなんだ。発酵食品の中でも、海産も調味料も野菜も使って、みたいな。いろんなものを使ってる。 アッ食品ってバランスがいいので、<ー>そう、だからね、お医者さんがいちいち5 0ム食べなさいみたいなこと言ったりするじゃないですか。50g?50g?30g、50g。まあ人の体によると思うんですけど、うん、あ、小鉢ちょっと、本当あの、漬物ぐらいの量。 あ、じゃあ私が納豆に入れてるぐらいが。そうそうそう。体にいいんですって。ねなんかね、<ひ>辛いのがね、食べれる方とかいいですよね。そう、あの、ちょっとほら甘めのものも、うん、辛くないものも最近出てるのでうんうん、うん。ぜひ。いや、いいですね。なんかこう、山口ひろ美さんと、はい、山口ひろ美さんみたいになりたければ、はい、ぜひちょっと、いやいや,いやいやいや。自家製ドリンクと、 そのね、おうちの晩ご飯を真似させていただいて、うん、ぜひね。はい、このツヤ肌をぜひね、皆さん,そんゲットしてみてください。いえー、お願いします。いや、もうね、いろいろちょっとお話伺ってきたんですけれども、はい、はい、もうぜひやってみてください、ね、はい。はい。スカイウェーブイブニング、中村しおりの食育防災ラジオ。 さあ、あっという間にお別れの時間になってしまいました。本日のゲストは山口ひろみさんでしたが、はい、ひろみさん、はい、いかがでしたかいや、楽しかったです。あ,あっという間。いや、本当にあっという間。はい、こんなに内容をまるっきりこう、<laughs> <laughs> ベースがね、あるんですけど、台本のベースが、うん、これをまるっきり無視して、私が聞きたいことをいろいろ聞いちゃいました。ね、我が家の独製ドリンクとか。<laughs> いや、いいですよ。でもファンの方とか、やっぱり聞きたいと思いますよ。 でもね、何人かにね、うん、おし、お教えしたら、えって言われて終わりました。えー そっか、いろいろ入れるから <laughs> そう、そんな入れなくてもいいんじゃないでもほら、それ、一個ずつ飲めますかとか言ったら。まあじゃあ、混ぜてみようかしら。ああ<ー> <laughs> いいと思う。はい、いや、そしてね、山口ひろ美さんにぜひ実際に会いたいとか。はい。ね、あの、山口ひろ美さんの今日聞いた新曲。はい。ね、あの、どういうふうにね、あの、購入できたらいいのとかね。はい、お知らせ教えてください。はい。あの、基本ですね、ホームページ、ブログの方にいろんなスケジュールを、あの、私アップさせていただいてるんですけど、今回、CD を。 お買い上げくださった方を対象に、実は A 賞、B 賞がありまして、うん、A 賞は、ま、山口博美歌謡専門学校、<う>公開生授業2024っていうのがありまして、<う>あの、10名様、まあ、歌唱を。 CD を送っていただいて、選ばれた方が、うちのディレクターさんが直接レッスンをしてくださるという、なかなかスペシャルな企画だと思いますので、そちらが A 賞で、歌うのはちょっとっていう方を対象に、知らぬ課長の恋といグッズのプレゼント、山口ひろみの直筆メッセージと共に送らせていただくというのがありまして、あの、ここが、買えば買うほど、 当たる倍率が上がりますので、<laughs> 1>, 1枚より2枚、2>, <laughs> 2枚より3枚、<laughs> ぜ<ひ>お友達にも配ってね。そうなんです。中身の A シか B シかだけは見て。<laughs> そうですそうそうお受けだけいただいてもらって。<laughs> <laughs> ねそれはやっぱりなるほど10名様なんでねそうですね聞いていただきたいですよねはい,、はい、はいやもうぜひね皆さんね、はい、山口ひろ美さんブログとかね、はい、SNS もチェックしつつ、はい、そうしたね CD もゲットして、はい、一緒にこの世界観に浸ってみてくださいお願いいたします。ははいい本日のゲストは山口ひろみさんでししたたありがとうございました さあ、ここからは中村しおりからのお知らせです。中村しおりが代表を務める日本食育 HED カレッジでは、食育と防災が同時に学べる日本初の資格、食育防災アドバイザー認定講座を開催しています。実践カリキュラムで美味しいランチ付き、学んだその日からすぐに役立つ内容となっていますので、自分自身、家族、大切な方への備えを学んで、1日で資格取得してみませんか 詳細はインターネットで食育防災アドバイザーと検索していただけると東京会場、鹿児島会場の開催日程がご覧いただけます。災害はいつ起こるかわかりません。ぜひ食育と防災を学んで備えを心がけていきましょう。この番組では皆様からのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールアドレスは info.892fm.com 小文字で info.892fm.com ックス番号は千葉0 4 3四4 1五5 9 2 0四三四四一五五九二です。中村しおりの食育防災ラジオまで皆様からのメッセージをお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。このお時間は食育プロデューサー中村しおりがお送りしました。